罰ゲームトランプで遊ぼう。イエーイ。あちとちおちです。こんにちは、えっちゃんです。りっちゃんです。そしてこんにちは、そうちんです。おー、さとちゃんって感じですね。はい、はい、ということで今回はこちらにあります罰ゲームトランプというものを遊んでいきたいと思います。おー、こちらですね、まあ順番にカードをめくっていくゲームなんですけれど、はい、例えばですね、こうめくった時に、まあ、A のダイヤですね、はい、で次の人がめくった時に5のハートということで、記号も数字もかぶっていない場合、うん、この場合は罰ゲームをしなくていいんですけれど、うん、これをめくった時ハートという記号がかぶってしまいますね、うん、しまった人にはこの引いたカードの罰ゲームをしてもらうというルールになっております。なるほど。確率は4分の1、数字か記号どちらか被ってしまったらそのカードの罰ゲームをしないといけません。なるほど。まあじゃあ早速ね、じゃんけんで順番決めますか。最初はよしよしじゃんけんポン。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。最初はよしよしじゃんけんポン。おー、えっちゃんから。じゃあ私から。はい、たらダメです。これ何ですか。この薬を飲むと10秒だけ周りの時間が止まる。いつ使う。あ、どうしよう。変態にならなくちゃ。そうね、変態にならなきゃね。もう女性とかになってる。変態になってる。うわー、よっちが、はい、うんこしてる時見られたくないわ。ドン。ダイヤダイヤダイヤ。あー、何ですか。3分間関西弁で話せ。えっちゃんの今日の服装のポイントは青やで。上は上、上白やで。色だけ。あ、そうなんだ。え、どこ出身なんですか。千葉やで。え、千葉やでしょ。行きまーす。いよいよ。あーい。文化、えー、くすぐ、え、文化、脇をくすぐられる。やーい、スタート。あー、ちょっと待って。はい、次フェードヤン。イエーイ。いいね。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。親父ギャグ3連発です。あ、まだ関西弁。関西弁はもう時間過ぎたな。あ、時間過ぎた。過ぎたんだ。布団が吹っ飛んだ。アルミ缶の上にあるみかん。イカはいかがかな。醤油かと。いきます。書いてくれそうね。ちょっと動かないで。はい。絶対やだな。ちょっと結構ガッツリだね。なんかお肉大好きみたいな感じで、ね。うわ、肉大好きですって叫んで。肉大好き。可愛いな。なんかちょっと。ハートと8。ドロー。トイ。よし。待ち合わせに1時間遅刻。なんと言ってごまかす？ごめん、遅れちゃった。なんかトイレ入ったらトイレ用足した後に溢れ出ちゃって家びちょびちょになっちゃった。昨日何食べたんねん。いきます。じゃん。ほいよっ。へいよっ。あー、来ました。変顔一発。はい、3、2、1。え、どうなってる。かかる。はい、どうぞ。スペードね。うわー、当たり当たり。肉こい、肉やるね。猿のモノマネ。次行くよ。やってるでしょ。はい、おいよっ。あー、頑張った。2名指名して相撲を取らせる。そこはもう女同士の戦いってこと。じゃあ、えっちゃん、りっちゃんでガチの相撲を。よっちには負けたけど、えっちゃんには絶対負けません。ボスゴリラの何だけど。あきおい、どうだ。ゴー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 。押せ諦めんなって。あー
あ以上罰ゲームトランプだったんですけれど、うん、どうでしたか。いやなんか私ずっと肉を書き続けられるって感じだったね。本当だね。なんかでも見てて楽しいね。そうだね、うん、確かにね。でも自分の番回ったらもうヒヤヒヤだけどね。普段やんないような罰ゲームだからさ。確かに。はい、ということで皆さんこちらの罰ゲームトランプとっても楽しいのでみんなでやってみてください。それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんまたお会いしましょう。またねー。またねー。